では次に行きましょう。さてさて、やってきました。ここでは新たな出会いあるかしら。地下水脈の空洞はホーホーラルトスペリッパーがいて、でこっちは誰もいないね。あー、どっちに進む、迷っちゃうけど、上側を先に行って、あの大きいところ、この左側に見えてる大きいところ行きたいなと思いますので、先にここのハテナに、あ、龍だ。ここから行きましょう。ここは何かしら。ここは広めの空洞、ピーダルがいて、そしてコーリキーがいるのと、あとはペリッパーだ。ペリッパーがいて、コロボーシーがいて、ペリッパーがいて、あー、何かある。取れるかな。よし、ポイントマックスを見つけました。そしてもうそれぐらいだに新たな出会いはありませんでした。石食べていたので、ここから下行ってみましょう。あ、ちょっとさ、このさ、せっかくだから下から行こうと思ったのよ。下から行こうと思ったら深丸がいる。深丸ちょっとゲットできるかな。青かな。いや赤ではないか。ちょっとドラゴンタイプだよね多分ね。地面ドラゴン地面、ちょっとわかりませんが、できたらメンバーに入ってほしいなと思うのですが、ちょっと色味的に厳しいかもしれない。青のシアン君だけはね、もう変えたくないなというのがあるので、ちょっと厳しいかもしれませんが、穴掘ってきてしまった。あ、かわいい。お目めくりくり可愛かったのですが、さあどうしようかな。でもこう、ちょっとギガドレインとかだったら倒してしまいそうだし、特番とかだったらあんまり効かなさそうなので、ここはカン君に出てきてもらいまして、で、穴掘るをほら、掘られないようにして、掘られてるんだけど、ね、ダメージが来ないようにしながら戦っていきましょう。これぐらいでいい？もう一回ぐらいした方がいいかな。ドラゴンクローが来てしまいましたが大丈夫。もしかして突進とかがあるかもしれないので、一旦ここでモンスターボールを投げてみましょう。厳しかったらもう一回噛み尽くしようかなと思います。頑張れモンスターボール。やだー、ゲットできました。深まる、厳しいかなメンバー。ちょっとわからないのですが、緑の可能性もある。こうやって見たら緑の可能性もあるかもしれない。キクザメポケモンだそうです。ではでは測定をしてみましょう。測定結果はこちら。よかったのかな、よくはないんだけれども、お腹のね、お腹でいいのかな、顎なのかな、の赤の部分で赤と緑に分かれてくれました。こうメンバーをチェンジしたい気持ちとしたくない気持ちが いつも交差してしまいますが、深丸はボックスに送っていきましょう。ごめんよ、またいつか。もしかしたら進化系のね、ガバイトとかだったら青かなという気もしつつ、あなたは緑か青だと思うのよ。鳥と、あ、ドジョッチがいる。ドジョッチが下にいるけど、ドジョッチもちょっとね、お色味厳しいかなと思いますので、ここは皆さんから逃げていきましょう。トリトドンもね、おそらく緑か青だとは思うのですが、水タイプなのでもうここはいいかなと思いますので、そうさせてくださいませ。そしてこの下側のこのハテナに入っていこうと思います。あ、ここ繋がってない。ここは湿原の空洞。この上のハテナの、大きいハテナのところには繋がっていないようです。残念。と、誰かいるね。誰かいたんだけどな。あ、毒クラゲだ。毒クラゲがあんなところに。これは波乗りして近づいてねということかなと思います。そして、新たな出会いはあるかしら。ここが通れない。ここ通れないんだね。よいしょ。こっちからだったらいけるー。あ、でも他に誰もいいな。あ、ヌーだ、かわいい。スカルピャー、あー、ローゼリアがいてくれて、ベロリンガもおりますが、他にはグーレック
クル、フレックルがおりまして、あとはコルバット、上側、あー危ない、いける、よし、いけたけど、ここ追い詰められてしまった。危ないかな。よし。で、こっちからだったら大回りになってしまうので、元来たところから戻りまして、あの大きいハテナのところ、左上、今だったら左上にある大きいハテナのところまで行きましょう。あれ、あなたは？まずさっきいたっけ？こんにちは、キミオです。秘密基地に置く石像には台座をセットできるんだ。台座を持ってたら試してみてね、とのことです。あれ、あなたは？こんにちは、ミレイです。自分の秘密基地には石像が置けるよ。石像をいっぱい置くといいことがあるみたい、とのことです。秘密基地も作らなきゃいけない。やることがいっぱいある。アディグダだ。そして、この、あ、まだね、向こうにもたくさんハテナが見えておりますが、今回はこの大きいところに入って、終わりにしようかなと思います。あ、ここは、底なし沼の大空洞だそうです。スコルピとブレックルが見えております。こっちにもスコルピ。大きいところはさ、あー、なんかある。ちょっとこのちょっと神秘的な何かがあるのが楽しい。楽しいけど、アイテムとかは落ちてないのかな？ちょっと探してみましょう。あった。ここは、あ、でもぐるっと回れそう。今ちょっと取ってしまいましょう。闇の石を見つけました。そして、こっちはズバットがいまして、ここぐるっと回れそう。行ってみましょう。ズバットだ！ズバットがいまして、危ない。よし。ぐるっとは回れたけれども、あ、こちら、毒クラゲがいっぱいいるのと、ロゼリアに見つかりました。と、あ、何かある。と、ヌオーがいる。噂マシン19ギガドレインを見つけました。ギガドレインをもらいました。ではでは、今回はこの辺りで、まだちょっとハテナはありますが、この一番大きいところに来れたので、この辺りで地下大洞窟終わっていきましょう。ちょっと残念、新たな出会いはね、あったけど、深丸はちょっと入れなかったので、ちょっと残念な結果となってしまいました。メンバーチェンジはなしでいきましょう。さて、帰ってきました。そして、みんなの体力もね、回復させてあげましたので、ポケモンリーグに続く道、行ってみましょう。みかんちゃん、おしゃべりしていこうかな。ねえ、この町、なんだか落ち着くんです。海のそばで灯台があって。あ、それって、ジムバッジですね。すごいんですね。あ、でしたら、これをどうぞ。技マシン99をもらいました。なんだろう、技マシン99。あ、秘伝技アプリの滝登りは、水面に流れ落ちる滝を登れます。だって、あ、そうか、持ってなかったんだね。そういえばそうだ。あ、もう今滝登れる気持ちだったわ。そうではないね。その技マシンの中身は滝登りです。ポケッチの滝登りを使えば、ポケモンリーグに行けるんです。あ、うまく言えないけど、頑張ってくださいねー、と言ってもらいました。みかんちゃんもさ、会えてとっても嬉しいけど、他のジムリーダーいないのかな、会いたいなー。野生のビーダルが波乗りを使って助けてくれました。ありがとう。いつも、もう、多分ついてきてくれてると思う。ありがとう。と、泳いでる人がいますが、できればまだまだ戦いが続きそうなので、ちょっとバトルは避けながら行きたいなと思います。でも誰か出てきましたが、毒クラゲ、もうここは逃げていこうかなと思います。さてこっちかな。こっちにしか進めない。誰か出てきてしまった。この人は避けられない戦いだね。バトルしていきましょう。僕もポケモンジムで鍛えてる。簡単に勝てると思うなよと言われてしまいました。そしてなんかこう華やかな音楽が流れております。海パン野郎の秀典さんが勝負を仕掛けてます。すごい今の見た？なんかこう腕の上をモンスターボールコロコロしてた。もう一回してくれないかな。タマンタが出てきまして、ここもミントちゃんが一番いいかな。ギガドレインで戦っていきましょう。大丈夫かしら、ミントちゃん大丈夫かしら。あ、ギガドレインができました。よかった。なので、ミントちゃんが今混乱しているというのもありまして、まだこの
ね、あの戦いが続くのでライムちゃんに回復していこうかなと思います。鉄砲が出てくるようです。どうかなどうかな、ライムちゃんね、ちょっと厳しいのよ、攻撃力が厳しいのよ。だけどね、もうここまで来たら黄色系はライムちゃんで行く可能性が高いので、できればできれば頑張ってもらいたい。ほっぺスニスニしていきましょう。どうどうどう、うちの子可愛いでしょ。どう、効果抜群で麻痺もしてくれました。してあ、鉄砲がロックオンしてきました。あー、かわいいかわいい、見て見て見て、かわいいかわいかった。こうあのね、ちょっとこう映画じゃないけどさ、こうロックオンされてるライムちゃん、かわいかったでしょとかとか、あのね、ただのポケモン自慢になってしまいましたが、その間にほっぺすりすりで勝っていけました。よかったよかった。くんかな、レベルが上がってくれまして、マンタインもこのまま戦っていこうかな、どうかな、厳しいかな。なんかさ、10万ゴールドとかね、あの技マシンで覚えてもらったりとかしないといけないよね、そろそろね。あの変えるさ、技マシンと変えない技マシンがあるからさ、ね、ちょっと使うのためらっちゃうんだよ。よしとかとか言っておりましたら、マンタインを倒していきました。ライムちゃんがどんどん成長してくれてる、ありがとう。ねえねえね、マキシさん、いやマキシマム仮面、そのさ、ゴーグルバチンってやるのめちゃくちゃ痛いからねすみませんでした。ということはあれなのかな、あのお弟子さんとかそういうことだったのかなあ、見て、カン君が進化しようとしてくれておりますので、一旦ここはキャンセルさせてもらいまして、すぐに測定をしていこうと思います。ということはよ、ということは、懐いてくれたということ、嬉しい。多分、私の中では、クロバットは紫だろうと思ってはいるのですが、測定をしてみましょう。測定結果はこちら。嘘でしょ、本当にちょっとあの何回も数えたんだけど、あのね、おそらくあの翼のね、中がのお色かなが青と緑に分かれちゃったの。めっちゃ紫だと思ってたのに、嘘、めっちゃショックと、いうわけで、このね、夏季進化であるカン君とライムちゃんは進化ができませんでした。悲しいね。サン君も進化できないしさ、ちょっとかなりショックを引きずりそうではありますが、進化はできないということで次に進みましょう。ショック。そう、バトルに勝ちまして、ジムに戻って鍛え直すか、自分で鍛え直すか、と言ってくれております。ここはちょっとダブルバトルになりそうだね。もっと、ここ上手に避けれる。よし、避けれたけど誰か出てきてしまいました。そして、ここをどんどん進んでいくでいいのかな。あー、誰か出てきてしまったけれども、あ、タマントだ！あ、かわいい！かわいいけど、まあ、おそらく、いや、青だと思う。紫の可能性はないと思うのと、まあ、水タイプなのでね、ここも逃げていくこととしましょう。ごめんよ、タマンタ！またいつか！そして、ここはどんどん進んでいくでいいかなと、すごい、なんかここ、あ、立てるんだ。なんかキリッと立ってるなと思っちゃった。これは何だろう、真珠を見つけました。真珠は売れるアイテムかなと思いますが、ここがさ、もしかしてこうちょっと波乗り使って、ここを通るとバトルは避けて通れるよという感じかなと思います。そしてここも波乗りを使いまして、なんかこうちょっと入り組んだ感じになっておりますが、ここはもう横を通っていくみたいな感じかなと、こっちに行くと誰か出てきた。わー、またタマンタなので、ここは逃げていきましょう。またタマンタって言いにくいねさて、ここを進んでいくとまた誰か出てきた。結構いっぱい出てくる。逃げていきましょう。そしてこの人もバトル避けれそうだね。よし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 。とここだね。あー、ポケモンリーグ
ぐーっと上から出てきまして、ここで滝登り使っていきましょう。ビーダル、ビーダル、ありがとう。ビーダルが来てくれたおかげで滝登りができました。そして、ここで、ごめん。ミントちゃんをぐいぐい押してしまいましたが、ここはおそらくまた強いポケモンたちが出てくるんじゃないかなと思いますので、まずみんなを回復させてあげたいのと、この中の人たちもお話ししていきましょう。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。